やっハロー、どうもこんにちは。アニメリアクション人ことマジアドギの浜です。はい、現在2月27日月曜午後1時5分になろうとしますね。はい、僕とロボコ12話、Dアニメストアで見ていきたいと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。いきます、3、2、1、スタート。よし、赤昇龍食いしん坊バトル50杯どうええんかこれ。猫舌。そそるな、すずれ。どんぶりごと言ってね。よい子は真似しないでね。何やこれ今回。まあよいしょ、ルール上あかんやん絶対。まあまあそんなことは求めたらね飽きませんけどね、これファンタジーには。おっと、何、ゼロからのスタートはかなりのハンデだ。だけど、ああそうかそうか、そういうことやね。だからロボコにチェンジしたけど、ロボコももちろんゼロからちゃんと全部食わなあかんよってことやもんね。そういうことやね。ボンドの分を引いたわけじゃないってことやね。にしてもよ、器ごと食うことで猫舌を阻止したと。どういうことやねん。で、このなんで中村くんのこの新規候補、今気づいたわ、ラーメン屋の名前新規候補で、天津飯が気候補の次にやった、あれいつは新規候補やったの、もう覚えてないけど、これ相変わらずドラゴンボールネタ好きやね、ナッパの膝だけあって。うん、そしてガチゴリラと金を持つ男は毎週いいやつですね。ほんまに今週の感想は何を見せられてんって感じでした。まあおもろかったですけどね。はい、ということで、僕とロボコ12話でした。これ最終回かな、まだあんのかな。はい、以上ですね。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。で、普段やればできる諦めない、この、
それを伝えたくて主に保育園幼稚園小学校子ども会などでパフォーマンスしてますけども、現在はコロナの影響で約3年間仕事がまともにありません、今も48連休確定中の今日が44連休目となっております。こんなに髪とひげ伸びてます。で、貯金でなんとかやってるんですけども、まあ10月以降にねインボイス制度がスタートするんで、まあかなり厳しくなってくるでしょうね、生活も。まあそんな中で一応諦めることなく毎日続けてます。アニメのリアクション今日で1068日目ですね。ただし一昨年の、8月18日から2020年の4月頭にかけて、約1年5ヶ月分推定2000本以上のリアクション動画自らの手で削除させられるという苦行を味わってます。まあそれを乗り越えてやってますけども、13年以上使ってきたこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年の9月の14日に、新たに本職のチャンネル立ち上げてるんで、ぜひそっちの応援もしてってください。URL の説明文に載っけてます。毎日19時に1本動画投稿してるんで、なんか1本でも再生していただいて、ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人ハマーでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。